どうも、ショフィンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今これ撮影中が2021年の5月の7日なんですけど、ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。はい、このゴールデンウィークを使ってまた断捨離を進めてますっていう人結構いるんじゃないでしょうか。で、僕の知り合いの男性会社員の人がいるんですけど、その人ももうこのゴールデンウィークを使って断捨離を進めるっていう言ってましたね。他にもこのゴールデンウィークを使って断捨離しますっていう人結構いるんですけど、その中で不要品をストレートにゴミ箱に行くんじゃなくて、ちょっとでもお金になったら嬉しいなっていう気持ちで不要品をとりあえず50個全部メルカリに出品しますっていう感じですね。そういう人がいたんですよ。で、それに対して僕はちょっとやめた方がいいかもっていうような話をしました。なので今回この動画では断捨離でメルカリを使わない方がいい理由っていうのをちょっとお話ししていきたいと思います。はい、もちろん本人には言いましたけども、はい、で、ね、なんでかっていうと、そのメルカリってめちゃくちゃめんどくさいんですよ。これは別にやってる人からしたら当たり前すぎることなんですけどもね、例えば出品作業がそもそもめんどくさいですよ。写真撮ったりとか文章を考えたりっていうのもめんどくさいです。じっくりやろうと思ったら1個出品するだけでも10分ぐらいかかっちゃいますね。そうなので50品その不要品を全部メルカリに出そうと思ったら相当時間かかっちゃうよっていうのはちょっと一応言っときましたね。そうで、それもめんどくさいですと。で、あとはその出品している間っていうのは保管しないといけないんで、その結局その保管に神経を使いますし、保管する場所だったりも取っちゃいますということで、なんか断捨離の意味がなくなっちゃうんですよね。なんか断捨離したいのに結局まだあるっていうのがあるんで、そう、なんか意味ないんですよね。まだまだめんどくさいこともあるんですよ。その売れた後にその商品を包むためのビニール袋なのか段ボールなのかわからないですけど、とりあえず何か梱包する梱包材を用意しなきゃいけないですよね。そうなるとそれ持ってくるだけで物も増えちゃいますし、それを包むのも手間ですし、発送するのも手間っていうことで、そのメルカリでお金にするまでかなり手間っていうのがあるんですよ。そうなのでその手間を考えた時に費用対効果があるかどうかっていうことを考えた方がいいよっていうふうに言ったんですよ。例えば漫画2冊で600円とか、そういったものは多分出品したりとか、その売れて発送する手間を考えた時に多分マイナスになっちゃうよっていうふうに思ったんで、それはちょっとやめときって言いました。ただ、その他にカメラだったり、パソコンだったり、ガジェットっていうのはすごいお金になるんですよ。やっぱどう頑張っても1万円、2万円にはなっちゃうんで、そういったものはメルカリで売りな、みたいな。ていうか、むしろちょうだい、みたいな言ったんですけど。そういったものはもうどんどんメルカリで売ればいいと思います。断捨離の目的って不要なものを手放して身軽になる。そのお金面だったりとか、その時間的に余裕を作る。で、その余った時間だったりお金でやりたいことだったり好きなことにフォーカスをするっていうのが目的だと思うんですよ。で、片やメルカリの目的っていうのは現金化する。不要なものをお金に変える。っていうことなんですと思うんですよね。なので、その断捨離をしたいのであれば、ちゃんと断捨離をすべきなんですよね。そこにメルカリを挟んでしまうと、ちょっとややこしくなっちゃうっていうのがあるんで、なので、もちろん気持ちわかります。やっぱお金が発生するってなると、やっぱ嬉しいじゃないですか。なので、ついつい、そのお金に変えられるようなことをやっちゃいがちなんですけど、その断捨離をしたいのであれば、すっきりしたいのであれば、部屋を片付けたいのであれば、ちゃんと片付けだったり、断捨離っていうものを優先的にやった方がいいと思います。それをやってる最中に、ちょっとおまけというか、なんかちょっと副産物的な感じで現金化できるよっていうものがあれば、それはメルカリで出品するっていうような流れが僕はベストだと思うんですよ。よし、じゃあ不要品が全部揃いました。よし、じゃあこれを全部メルカリで出品しようって言うと、ちょっとその本末転倒になっちゃうっていうか、なんかメルカリで疲れちゃったりとか、その本来やりたいことに集中できなくなっちゃったりするんで、むしろその断捨離でメルカリを使わない方がいいと思います。あとこれ余談なんですけど、このゴールデンウィーク中にそのツイッターでメルカリ疲れみたいなワードが増えましたね。それなので、やっぱメルカリってめんどくさいだなっていうふうに思うんですけど、知人の男性会社員が、やっぱメルカリでやるのがめんどくさいんで、不要品を段ボールにまとめてハードオフに持ってったんですって。そしたら、ハードオフの人がめちゃくちゃいたそうです。サクッと手放せて、サクッとお金に変えられるっていうのは、やっぱみんな思うんだな、みたいな。
あとは出張買取とか宅配買取みたいなのがあるので、それを利用するともう一瞬で手放せるし、ちょっとお小遣いにもなるしっていうのでいいと思います。はい、ということで、まあ、ちょっと今回ね、やってる人からしたらもう当たり前すぎると思うんですけども、実際このゴールデンウィーク中にメルカリでどんどん出品してやろうって思っている人がいたらですね、ちょっとそれは本当に大切なものだったり好きなことにフォーカスする時間がちょっと逆に減っちゃうっていうのがあるんで、今回の動画でシェアしてもらいましたけども、いかがだったでしょうか。はい、今回の話がちょっと面白かったです、参考になりましたと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。東京は緊急事態宣言も延長されちゃったことですし、またねちょっとしばらく家での生活が続くと思うんですけども、またねどんどんなんか気づいたことだったり、なんか面白いネタがあったらシェアしていきますので、ぜひ楽しみにしてくれたら嬉しいです。あとはなんかこんな動画見たいよみたいな、こんなネタで喋ってくださいみたいなのがあったらコメント欄で書いてくれたらそれも嬉しいです。ということで、じゃあ今回は以上です。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。